皆さんこんばんは、吉田拓郎です。さあ今日はですね、大変だったよ、入り口がね、吉田拓郎軍団がおりましたよ。今日はさすがにやっぱり現金ですね、一大サイン会が始まってね、今日は勝ちましたな本当に、今週はねギターを持ってまいりました。栄光のギブソン J の45ですね、常山もギター弾きます、陣山も歌います。こうしてですね、ただで歌が聴けると、これはですね何年ぶりかのサービスですね。心して聴きなさい。セイヤング、この番組は雑誌 MC シスター徳間音楽工業以上各社の提供でお送りします。堀口のは華麗なる旅立ち、パラソルの中で君は僕を見つめた、川が目を吸い、アポロンより新曲君を愛と呼ぼうをメインにファーストアルバム東京発売中。シスター、サーファーファッション特集やビッグプレゼント付きサマーライフ特集など、真夏のホットニュース盛りだくさん。シスター8月号発売中。おしゃれなシスター、シスター、センター、センター、慶応大学カメラクラブ藤井康政。彼女の写真が撮りたいんだけど、恥ずかしがってどうしても撮らせてくれない。君の写真を撮るのが僕の夢です。マスロ聞いてるか。電子メカで差をつけるセンサー一眼、センサー、ミノルタ XGE。 苦しめたお前をいつまでも話し、萩原健一、時は流れて、LP 男と女ナジャセカンドも好評発売中。セイヤー、今週は1曲目、乱高だ。都会に酔いしれた男がお祭り好きな顔を並べて、ご機嫌な挨拶、恋が好きな女の瞳は優しい影に腹のトゲさ、ワインで頬を染めながらも燃え尽きる夢、暗いの寄り添え期待、ぶつけろ燃える想いを、今夜だけ誰にもお構いなしだ、風の街は風が心地よい、人には言えぬ言わぬがよい、秘密だよ夜まで、体の中でたま
魂が揺れる。テレヤでどうせ都会の人さ、笑顔がいいね。作り物でもハイウェイに合い、帰れる場所は過ぎ慣れた部屋。風の街は日本の証し。台風来たり寂しいよ、虚しいよ。それでも都会が好きだ。風の街は誰もが一人、さてね、これはちょっと待て、その前にこの漢字をね、こういう感じだからな今日は、なんとなくね、さて東京の立川に住む津村ゆきさん、毎週毎週ご苦労様です。いつも楽しい放送ありがとう。私はこの日だけを楽しみに生きているのです。そしてこのハガキがもし読まれたら私はと書いてありますが、私は言ってしまうのでしょうか。タクロウは私に任せてください。私がタクロウ軍団の団長となって絶対にタクロウを盛り上げてみせます。タクロウ軍団の団長になったら、その抱負1、ザ・ベスト10にハガキを出して1位になりテレビに出るようにすること。2、電柱や壁に吉田タクロウと書きまくること。3、金曜日の夜には文化放送の前で温かなお言葉を差し上げてやる気をそれ以上に増やさせること。そういうわけでね、今日はびっくりしたな、本当の話。現金だなと正直言って思いましたけどね、おりましたな。それで一応ね、敬意を表して木下俊恵君、それから、これは佐藤方幸子さんと友達の望月さん、加藤久美子さん、それからね、中には俺の秘書にしてくれっていう男の人がいまして、履歴書もらいましたけどね、吉川君。履歴書もらってね、今読んでますけどもね、第一種免許は持ってるみたいな感じでね、大変なんですが、しかし今日は、いや、大変だったですよ。で、まあ、一大サイン会を行ったわけですが、あ、石川誠一君もおりましたな。なんていうの？結局、辛いわけよね。正直言って、なんていうんかね、要するに僕は照れるし、正直言ってあんまり得意じゃないし、その辺でどういうふうに応対すればよいかとね、さっそうと手を振ってよーって感じもなんかあれだし、なんかいろいろとなんかこう受け答えしなきゃいかん、こう照れるし、どうもそういうの苦手ですね。しかし今週来といて来週一人もいなかったっていうのも寂しいんで、一応二人ぐらいそういう感じがしますけどね。まああんまり気にせんで、混んでええよ。あんな時間にね、あの辺うろうろしてると、悪い男に捕まることもあるし、あ、ゆきこさんっていうのもおりましたな。それから、なんていうの、ね、そろそろ家へ帰んなさい。もしもし、ベンチで支え、こういうこともありますから、二
古い歌ですけどね、夜帰りも大変だし、遠い人なんかもいるみたいだから、そういうのはやっぱりやめて、ください。で、うちでね、ラジオを聞いてもらうと、これが一番いいですね。しかし今日は本当に盛り上がりました。常庵も陣屋もね、みんな言うんですよ。今日ジュリーの方がいっぱい来てたな。違うんだよ、今日は俺のなんだよ。勝ちましたな。ジョニーの子守歌、アリス。つかの間の寂しさをうずめるために、君の歌声を聞いていた。狭いホールの壁もたれて、君の動きを追いかけていた。飛び散る汗と煙の中に、あの頃の俺がいた。星の店の片隅、ふと聞こえてきた君の歌。コーヒーカップを持つ手が振り、震え出したのが恥ずかしくて。子供ができた今でさえ、あの頃は忘れない。日本語ペラペラの外人による弁論大会知ってるかい？なかなか面白いこと言うんだよ、生意気に。日本人とか日本について、日本人って面白いですね、やっぱり日本人って面白いですね、この2冊、その弁論大会をまとめたもの。日本人より外人の方がよっぽど面白いと思うけどね。馬のマークの聖夜書店の本。受験勉強うまくいってるかい？そろそろ能率の落ちてきた頃かな。そこでレモンティードロップ、深夜の受験勉強のお供にレモンティードロップ。気分すっきり、能率アップ、レモンティードロップ、ファイン商事より新発売。お求めは有名薬局薬店でどうぞ。バレンチーノ、バレンチーノ、夢を抱いてた優しい時はもう戻らない。ナオミの夢で大ヒットを飛ばしたあのヘドバの新曲バレンチノ。もう一回言っちゃおっと、ヘドバのバレンチノ。せいや、銀河が見えたら手紙を書こう。
だったと短く書こう。さてブルートレインというですね曲が流れておりますが、これを歌っているフーライボーというグループ、お二人組なんですが、まだお会いしたことないですけどね、このブルートレインというのはよく皆さんご存知かな、寝台車でね、かなり人気あるんですよ。僕も一回テレビで見たんですが、この綺麗でねかっこいいんですが、乗ってみたいなと思ってるんですが、これをですね乗りながらこう、旅をしてるらしいんです。で、今日もその旅先、今日は、京都ですかから電話がかかってきてますね、ちょっと出てみます。もしもし。もしもし。はじめまして。あ、タクロさんですか。そうです。フラムの孫です。はじめまして。どうもはじめまして。吉田拓郎です。どうなんですか。いつ頃から旅が始まったんですか。ですね、先月のですね、27日から始まったんですよ。あ、27日から。はい。そうするともう、今日で4日目です。4日目ですか。はい。今後の、今、どういう構想を回ってきたんですか。ですね、昨日はですね、博多からですね、浜田まで出まして、で浜田からですね、出雲というブルートレイン乗りまして、でさっき京都へ着いたんですよ。ああそうですか、はい、どうですかその電車の乗り心地というかですね。そうですね、個室でですね、とっても、くつろげますし、あと何て言いますか、人に遠慮もいらないしですね、なんかリラックスできますね。なんつうのトイレがついてるとか洗面所がついてるとかそういうの、洗面所はですね、何て言いますか、蓋を閉めるとですね、机になりまして、蓋を開けますと洗面所になってるんですよね。あんまり乗った人こう少ないと思うんですけどね、そういう電車があるっていうのを知らない人もいると思うんだけども、はい、乗ったの初めてですか。そうですね、僕は以前乗ったことあるんですけど、あ、そうですか。こういうブームになってから乗るのは初めてです。一頃のスーパーカーと違ってね、はい、なんかこれもなんかブームになってて、そうですね、なんか子供たち写真なんか撮ってるでしょ、よく。東京駅ではですね、なんかちびっ子が撮ってましたけど ね、はい、今後の予定はどうなんですか、これから。今後の予定はですね、明日ですね、日本海2号というブルートレインに乗りまして、一路ですね、青森の方へ。あ、なるほど。出かけるんですよ、また。あ、はい。そう、東京へ帰ってくるのはいつ頃になるんですか。7月3日のですね、朝の5時26分着です。上野着です。あ、そうですか、はい。それまではずっと東京へ帰ってこないと。そうなんですよ。東京の空が恋しいとかそういうのはないんですか。はい。ですね、もう一人相棒いますんで、はいはい、ちょっと待ちください。はいはい、もしもし。あ、もしもし。おはようございます。どうも、はじめまして。フライボーのレイラです。よろしくお願いします。どうですか、乗り心地は電車のね。最初思ってた時はですね、不安もあったんですけども、乗ってみますとですね、これが意外とリラックスできまして、とってもいい雰囲気でした。あ、そうですか。はい。食事なんかもこう その中でするんですか。たまには弁当なんか買ってですね、食べますけどもですね、ビュッフェを一応使ってですね、食事をします。あ、そうですか。はい。昔はね、電車の旅とか汽車の旅っていうのがあって、はい、最近はなんかこう新幹線とかね、飛行機なんかにみんな走りがちなんだけど、そういう旅もなんかこうおつなもんっていう感じが、そういうのはあります。そうでしょうね。今日はですね、昨日博多からですね、浜田まで普通の特別急行に乗ったんですけどもね、それにブルートレインに乗り換えた時ですね、なんか我が家に帰ってきたという感じですね。あ、なるほど。リラックスできました。住み着いてしまってる感じですか、じゃあ。もうなるほどね。それでところで話は違うんですけども、はい、フライボーのお二人からなんかクイズがあるということなんですが、その辺の説明をお願いできますか。はい、はい、ですね、僕たちがですねブルートレインに乗りますね、名前をですね、はいはい、このブルートレイン5つあるんですけども、ほうほうほう、その中から3つをですね、名前を書いて西安宮の方に送っていただきますとですね、ラジカセをですね、10名様にプレゼントするという。はあ、はあ、じゃあその夜行寝台列車のブルートレインの名前を3つ書いて送っていただくと。はい、はい、そうです。あ、そうですか、はい、そうするとラジカセがいただけると。はい、そうです。あ、私までは早速大丈夫と思いますが、どうですか調子の方は。もう京都ですね、京都はちょうどキャンペーンの中間地点でですね、これからまた締めて、最後のラストまで頑張りたいと思います。そうですか、はい、頑張って大ヒットを期待してますんで、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。皆さんによろしく。フライボーのブルートレインよろしくお願いします。はい、どうも。ブルートレインのお二人、若いですね、非常にそんな感じですが、しかしこの日本の旅というのもね、陣山君、あれですよ、聞きながら返事しなさいよ、陣山君、はい、日本の旅の情緒とかね、そういうのがやっぱりこうだんだんなくなってきてね、旅っていうのはほらそういうので電車でね、そういうんじゃなくてこう電気化されないで、こう
なんつうの、ガッタンゴットン、ガッタンゴットンっていうね、そういうなんか寝台車っていうか、そういう情緒あるでしょ。よく僕なんか、田舎に帰る頃はね、うん、よくやってました。やっぱ夢があるんだよね、うん、そういうものはね。あの、このお二人もその夢を抱きながらね、一路、日本中を回って一路東京へという感じで、で、ブルートレイン、これがヒットすればよいと、こういう感じで頑張ってるんですね、陣山君。そうですね。はい。期待しましょう。ブルートレイン、風来坊のお二人です。だったと短く書こう。あなたと生きたときめく日々は鮮やか色のアルバムだよと。街が走る、夜が走る、たどればタバコもうまい。別れて暮らす明日だけれど、悲しみ色の模様はないさ。街が走る、朝が走る、思い出が思い出が走る。今旅人らしい旅人、背中に背負う青春が心をかき立てる。風来坊のブルートレインでした。さて、拓郎さんこんばんは。群馬県板倉町森田陽子さん。拓郎さんに聞きたいのですが、今年の夏に大きなイベントを行おうと言っていましたが、本当にやるのでしょうか。とても心配ですと。実はさっき陣山君と渋谷君と常富君とそれから僕とでミーティングをやってきまして、今後のスケジュールで、まあとりあえず今年2枚組の LP を、何としても完成させたいと。でそれの大体の具体的な内容は決まってきてですね、ジャケットの話なんかして、さてそれじゃあ、秋のコンサートはどうするか、から来年へ向けてどういう活動をしていくかっていうのを大体大まかな筋を決めたんですが、イベントということで考えるとどうも人が集まって、例えば、どっかの球場へ、あるいはどっかのその指定された場所へね、何万人か何千人かの人が集まって、歌を歌って、それで、どんちゃんやって、それでおしまいと
いうな だけのそのコンサートであればイベントであればイベントとしてなんていうのかなロマンがなさすぎると。で例えば妻声っていうのは妻声で一つのロマンがあったんだけどあれと同じことをやったんではなんかこうね男のロマンというか俺たちのなんかロマンがこう欠けてるんじゃないかというんで、今僕が出したアイデアっていうのは、どっか無人島は日本にねえのかと。で無人島でもまあ人が住んでいてもいらっしゃってもいいんだけどもあまりその多大な迷惑をかけないようなね、人が若者がわっと若者でなくても老人ご老人皆さんが集まってもたくさんわっと集まってもその島に迷惑をかけないと絶対に、そういう島はないのかっていうんで、今渋谷君が必死になって探してると。で僕はその島を解放したいというか、一晩島を一日か二日ね借り切ってしまってでその島を俺たちの島にしてしまいたいね。なんていう島にするかそれは別問題ですが、その島を借り切ってですね、ね、それからあと、なんとか島っていう名前が変わっちゃったりとかね、なんか夢が広がりそうな感じがして、一晩、一日、一昼夜、その島を解放しようじゃないかと。で、そこで、歌を歌って、で、本当にこう、その島の人間になってしまうとみんなって、島の人間ね、要するに東京から来ても鹿児島から来ても、その日はその島の人間になろうじゃないかとみんなで、そういうなんかイベントを、来年中になんとかやりてえと。で、僕としては来年の夏にはそういうのをやらせてくんねえかってんで、今日渋谷君に言いましたら、差し当たってそういう島をじゃあとりあえず探そうと。で、陣山君なんかはね、非常に夢の大きい人ですから、ああいうね、セックスカウンセラーみたいなこと言ってますが、夢は非常に大きくて、常富君もですね、みんな野心家なんです。野望家でね。で、でかいことをやるのはすごく好きなんですが、どうせでかいことをやるんだったら、なんかこうね、俺たちがこう、一つのものを残したというようなものをやりたい。で、それを、どっかの野球場で やって、あるいはどっかの妻恋でまたもう一回やって、岐阜県でやってとか、そういうなんか、その岐阜県が悪いとか、妻恋が悪いとか、どこそこ球場が悪いとか、そういうことではなくて、どうせ俺がやるんならと、そういう感じに少しなってるわけですね。ですから、来年の夏、ある島を解放しようと。で、その島に俺たち集まって、その島の人間になって本当に一日中汗流してみて、そういう感じがするわけです。そういうコンサートがおそらく来年の夏には実現できるんではないかと。そういう方向に向かって、渋谷君がですね、頑張ると思うんです。これから渋谷君も旦那さん、昨日帰ってきたのかい？ね、新婚旅行から、ハワイから帰ってきましてね。もうベタベタですよ。たまりませんな。しかし、そういう時にはね、拓郎軍団よろしくお願いしますと、こういう感じですね。やっぱ渋谷君はね、その辺の連中非常にこううまく、なんていうんですか、こうリードしながらねやっていくのはうまくて、妻恋の時も非常にうまかったですね。彼は本当にその、先導するというかリーダーシップを持ってですね、若者をこう引っ張っていく、そういう統率力っていうのは非常に僕は高く評価してるんで、その時は拓郎軍団ね、そういう時のためにやっぱりこう向かってほしいと。どうせ作ってくれるんならね。で、そのコンサートを成功させようと、その島を解放させる、そういうことになんかこう夢を情熱を燃やしてみたいという人があったら、ゆい音楽工房渋谷君まで電話渋谷が困るだろうな毎日電話で、でもね、拓郎軍団作ろうやつって渋谷がリーダーになってやる、面白いんじゃないですか。で、みんながやったコンサートと、そういう感じもね、あっていいと思うんですよね。何もどこそこ音楽工房がやらなくてもね、もちろんそこが一番その、なんていうんですか、メインになってやるんだけども、ね、拓郎軍団のなんか、なんていうんですか、デスクの一個ぐらい置かしてもらってね、ゆいえ。大変なこと言ってるね、今。まあ、そんぐらい夢を持たなきゃダメです。で、そういう感じでやってくるんだったら、拓郎アーミー、大いに僕はありだと思ってるんですね。次の曲いこうか。パンダフルハウス。あ、これこの前のね、ウッドベースで作ったという、おはようおやすみ日曜日。パンダが歌うよ。あの高速道路の風
カセット英単語英熟語、英語の力は単語の力、単語の力は英語の力。ラジオ講座でおなじみの大島義道先生著作、大学受験大島式カセット英単語英熟語のお求めはお近くの書店でどうぞ。夏が来るたび思い出す、エミクです。この夏あなたを虜にしますよ。山内恵美子の太陽は泣いている、センセーション78。ピンクはピンクでも色の話ではありません。色は色でも桜カラーのお話。今桜カラー2本お買い上げいただくと、ピンクレディの一番新しいポスターがもらえます。実はもっと大きなプレゼントがあるんですよ。さて、気になるプレゼントの正体、カメラ店へ行けば全てがわかります。品川プリンスホテル開業記念プリンスサマーフェスティバル、品川プリンスホテルのオープンを記念して7月11日から3日間、素敵な素敵なショーがある。11日はピンクレディ、12日はアリス、13日は郷ひろみ。ただいま前売り券プレイガイド全店で発売中。お問い合わせは 440-1111、 品川プリンスホテル。せーやー、これはね、佐藤清美さん、足立区の人ですが、サイパン島へ行くんでいいですねということで、今日、あ、1日か ?1 日だね。今夜、成田行って、明日、お、明日行くんじゃない?もうね。おはぁ、そうだよ。いやいや、はやはや。そこで提案なんですが、たまには若いアイドル歌手のように、ここが嫌味なんだけどね。
どこか海外へ行った時にはファンにお土産を買ってきて抽選でプレゼントなんていうのはどうでしょうかね。もしダメならばサイパンに行く前のこの西洋語を生歌で私に恋の歌をプレゼントするな。すぐ熱い熱い涙が、そこでやってる場合じゃないんだな、後でやる。そのね、ファンにお土産を買ってきてはどうだ、アイドル歌手のようにね。よし、アイドル歌手になろう。お土産買ってきてやるかな。よーし、なんかね、安いもの1ドルぐらいのものですね、買ってきて、それを1名様にプレゼント電報を何とも心配られてるかっていう感じですが、なんか買っていこうかな。それはまあね、後々の後ですが、拓郎さん、板橋区徳丸、名前書いてねえな。拓ちゃんが与えた多大なる影響。拓郎さん、初めてお便りします。中学時代から拓郎さんのファンで、その頃からギターを始めて最初に覚えた曲が結婚しようよでした。いけませんか。先週なんかあったね、これ。そして今でも拓郎さんの曲を弾いています。もうギターを始めて6年になる今でもです。進歩がないように思います。でもこれでいいと思います。いけませんか。こういう感じですかね。いけませんか。先週ね、ちょっと褒めたらすぐこれだよ。ギターをね、弾く人が多くて、もうほとんど弾けない人がいないぐらいギターっていうのがね、普及してしまって、若者の一つの、なんていうんですか、文化というかね、ある種、文化、そうだな、ギターをみんなが弾くっていうのは、一つの若者文化の中の、なんかであったことは事実ですね。最近そんなにでもないが、まあやっぱりギターを弾く人多くなりましたね。で、ギター屋さんが儲かってね、楽器屋さんが、しょうがなかったでしょうが、この次にかける曲、これはキャロルですが、矢沢永吉というのはベースをね弾いてます。矢沢永吉モデルというのが出てるぐらいでね、最近はね南こうせつモデルとかいろんなのをね作ってます。みんな常庵モデルというのもあるんですよ、これ有名でね、いろんなモデルを作るぐらい、なりました。キャロルの矢沢永吉モデルのベースっていうのがね出てまして、これがなかなか好評だったらしいですけどね。みんなギター弾くようになりましたな。僕なんかさっきもね、ツネアンと、いやギターも最近弾いてねえかダメだな、ツネアンなんか、いやもうちょっと弾いただけで指が痛い、そういう感じですね。あの人も長いでギター弾いてないです。後でねバカテクを披露するそうですからね。ファンキーモンキーベイビーキャロル。Funky monkey baby, おどけてるよ。だけど恋しい俺の彼女。君は funky monkey baby, イカれてるよ。楽しい君といれば。君がいなけりゃ Baby I'm blue No 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 君はファンキーモンキーベイベー飛んでいるよ。歌も楽しい君と並んでいい。今田中ディレクターが1枚のハガキを持ってきてくれたんですが、都内青山の源氏名っていうんですか、太郎さんのハガキでね、戦争を知っている私たちということでハガキをくれたんですが、へつらうなかれといういろんなその
お話で、レコードなんかも買うほどのあれではないけども、このラジオで迷わせてると。その年代的にはね、年としては、うん、今年としては。で、1枚小室仁の明日を自発的に買ったと。それと銀行屋のカセット。銀行屋っていうのがいいですね。小倉慶のことですね。カセット1件。しかしその、この人の 話じゃないが、そういうことだろうと思うんですが、サイパン島というのは考えてみれば、玉砕した島でしてね。つまり、ここにね、サイパンのカタログっていうのがあるんです。でも、とてもじゃないけど、その、なんていうんですか、昔の戦争のね、傷跡というか、そういうこと、そういう場所っていうのは結局、戦争の悲しさを見つめ直してなんていうタイトルでね、でもそれにしても観光地になってるわけで、今若者が行って、新婚旅行で行って、この辺を回ってね、戦争の悲しさを見つめ直すかって、それは俺ははっきり言ってないと思うな、やっぱり正直言って、ガム島行ってもね、ガム島行ってね、ここに横井さんがいたんだって、そういうことを真剣に考えるやつがいるかどうかって、それはちょっとないと思うんですね。やっぱそれぐらい、まあ戦争を知らない世代になっているということは間違いないと思うんですね。ガムにしろ、サイパンにしろ、観光地になって、一番の観光地になって、やっぱその、景色がいいということで、みんな行くわけでね。で、そこで昔何があったかっていうことは、おそらくもうだんだんみんな知らなくなっていくと思うんですね。で、それその太郎さんじゃないけど、やっぱ辛い面があると思う。例えば俺がサイパン行って、遊びに行ってくるんだって、で、曲作るよなんていうこと、バカなこと言うんじゃねえ、俺たちはあそこでな、みたいなことがあるかもしれない。そういう世代の人はたくさんいるかもしれないんですね。しかし、まあ、しかしという言葉は当てはまらないが、それはそれですね。やっぱし、それはそれで一つの、なんつうの、青春というには、あまりに何だったかもしれないが、まあ、一つの生きていたっていう証をね、その頃感じたと思う。で、我々は、僕なんか昭和21年生まれで、結局、戦争を知ってる世代とも戦争を全く知らない専務派とも結構よりよく付き合える年代なんですね。昭和21年、22年っていうのは。ですから、戦争を知らない子供たちっていう北山治のあれがあるけども、戦争を知らないけども僕らは。しかし戦争の傷は舐めてるわけよね。何があって、何しろ親が貧乏でね、お金はないわ、物資はないわ、まして、おもちゃを買うなんてとんでもないね。非常に水飴を舐めたりとかね、辛いもって言いますかね、広島では、鹿児島では、さつまいもをかじってるのが大体いいとこだったですね、おやつってのは。おからっていうのがやっぱ主食だったですからね。非常に辛い思いして、今おからなんてね、本当になんかこう、高値の逆にね、なんか名物みたいになってるとこありますけどもね。昔はあれが主食で たまんなかったですかね。だからそういうなんかこう、昭和30年なんかになってくると、もう戦争っていうのは、なんだったんだっていうね、戦争っていうのは。で、戦う、争うって書いて、なんて読むんだぐらいの発想があるかもしれないですね。そういうふうにやっぱり世の中がこう変わっているということは事実で、そこら辺はどうですかね。僕なんかやっぱサイパンへ行って、結局ここで何人かの人が本当に玉砕して、日本の悲しい姿がここに、そういう一面があったんだみたいなことを考えるだろうかと、さて。おそらく僕は考えないだろうと思うんですね。やっぱり、ああ、景色が綺麗だなと、そっちやっぱりこう飲み込んでしまうだろうと思うんです。そういう世代なんですな。そこら辺の世代がまあ、日本を、今ね、日本の要するに30歳代でしょ。で、これから30になってくる人たちはもっと違うわけね。サイパン行ったらね、遊ばなきゃ損だと、逆にね、どんどんもっと違う発想で行くと思うんです。そんぐらい、なんていうのは、戦争っていう、戦う争うがね、昔戦う争ったことが、夢物語になりつつあることは事実だろうと思う。ところが逆に今度は昭和30年代の連中も、どっかで戦い争ってるはずだという気はしますからね。それが、なんていうの、一対一の戦争かどうか、一対社会との戦争なのか、それはよくわからないが、それなりのやっぱり苦悩や、苦痛っていうのはやっぱり精神的にも味わっているだろうと僕は思いたいんですけどね。ヘラ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 とね、生きてるとは、思いたくないんですけどね。その辺はまあ僕もちょっと古いですね。警告を聞きましょうかね。井上陽水の青い闇の警告。
ました青い闇がささやくこんな夜は気をつけて広い嵐の中で俺は返事に戸惑い軽く礼儀を忘れたやがて気分が変わり俺はミセスに恋し斜めによろけ悲しみ床に冷え伏し泣いてた嘘つきの塊だと思うから自分が写真撮られる時にも後ろ姿なんか撮ってほしいと思う電子メカで差をつけるセンサー一眼センサーミノルタ XGE
田五郎さん、あまりいい手紙ではないけれど、なんとなく目の前にあったハガキを見てペンを取りました。私は2週間前に未亡人になりました。と言っても結婚式は7月16日の予定でした。彼は仕事が終わっていつものように私の家へ来る途中、交通事故を起こして死にました。その時車の中には私が彼に貸した拓郎さんの LP 大いなる人も一緒でした。もちろん LP も割れてしまったことでしょう。この2週間何も考えることなく過ごしてきました。でも人に憐れんでもらうのは絶対に嫌です。なぜかわからないけども、やっぱり私はもっと生きなくちゃとは思っています。彼の最後の電話の中で、彼の最後の電話の中で、ミア、あなた、ミアはあなたを愛してがいいって言ったけれど、俺は悲しい気持ちだとおいでよがいいなと言っていました。おいでよをかけてください。20歳の未亡人になりそうだったミヤコさん、拓郎さん頑張ってくださいということですが、あなたも本当に僕ぐらいは頑張ってほしいと最低思います。僕なんか足元にも及びませんが、その苦悩というかですね、しかし頑張ってくださいと、それしか言えませんね。憐れんでもらうのは嫌だと、そういうものかもしれませんね。だから、そういう憐れみとかそういうんじゃなくて、おいでよが彼が好きだったと言うんですから、来週1曲目おいでよ見させていただきたいと思います。悩み多き者よ斉藤哲夫、これは70年の中津川フォークジャンボリーのやつです。
に埋もれてはいけない、飾り気の世の中に斉藤哲夫、これは70年のやつですからね、その後またレコーディングなんかやり直したりしてだいぶ違いますが、どうもなんとなくね、あれも酒癖悪いんですよ。これはね、新宿区の西落合の村中雅也さんですが、昔ある女性週刊誌に誰だったか男性有名人の生い立ちが漫画で載っていた。その有名人が 小学生の頃友人を見舞いに病院へ行った時、グリコのキャラメルを持って行ったそうな。その時なんとその有名人はグリコのおまけが欲しくって下のキャラメルだけを渡した。そういう場面が数個もあったが、その私の記憶する有名人は拓郎あなたですか？そうです。有名人かどうかは知りませんが、僕は昔さっきの話じゃありませんけどね、そういう時代でしたよ。僕らの時代ってのは本当グリコのキャラメルをね、そう1年に1箱買ってもらえたら本当にこれはもう上等だぐらいな感じでね。でおまけがついてるわけですよね。それも大したおまけじゃないわけ、今考えれば。でもそれでもそのおまけをねあげたくないんですよね。せっかく買ったっていうか買えたっていう、そのね、グリコだったかカワヤだったかね知りませんけども、そのキャラメルを、まあキャラメルはまあいい、あげてもいいと。しかし上に乗っかってるおまけの箱に入ってるそれだけはあげたくないっていうね、あの泥棒盗人根性があったりして、それでまあ寂しい気持ちがあるわけですね。だからそこでそーっとね、上についてるそのおまけの箱だけ取っちまって、でキャラメルだけねお見舞いにあげて、で北総園だことをよく覚えてます。でそういうなんか物資が非常になかった時代だから、僕は子供の頃の写真とかそういうのが全然ないわけですよね。今の人はねポラロイドなんてのもあったりしてね、その場で写真が見れるとか、非常にこのなんていうの、いろんなものがあって豊かですね。いろんな物資があって豊か、その分だけ精神的に豊かかどうかっていうのはちょっと疑問だと思うんですけどもね。さっきのサイパンとでもまあとりあえず行ってね、サイパンっていうのはどういうとこか常案なんかとね、軽い気持ちで見てみようと僕は思うんです。軽い気持ちで行こうと僕は思いますけどね。さて来週は桑名春子さんがゲストで参ります。桑名春子さん、僕は初めてですが、どんなお方でしょうね。レコードを今日聞くつもりでいるんですが、気持ちを引き締めてサイパンとへ行ってこようと思います。真っ黒なね、なんていうの、この日焼けして、で、お元気になって帰ってきて、約束通りお土産を買ってくるかも、わかりませんが、そのお土産をあげられるかどうかっていうのは、いろいろな連中と、まあ、皆さんと相談してね、スネアンの履き下ろしの、海パンかなんかね、海パン島の匂いがするとか言って、プレゼントしたら、相当殺到しそうな感じですね。陣山くんは行かないんですね。これがちょっと寂しい。渋谷も行かないんですね。これはまあ、ハワイ行ったからしょうがないですか。まあ、スネアンと二人で軽い気持ちでうんこしていこうと思います。うんこっていうのもあるですが、
今日は時間があれなのでたっぷり今日までお付き合いしてから聞けるっていう感じはありますか。そうですか、セイヤングこの番組は、あ、それはあの、そうと弾き語りどうだったかな、もうちょっとかな。セイヤングこの番組は雑誌 MC シスター徳間音楽工業以上各社の提供でお送りしました。それでは皆さんおやすみなさい。ギターをこう持ってるわけですが、目の前に陣山くんと連れ飛び君がいまして、じっと見られてるわけで、なんとなくこうね、で陣山くんはね、例によってそのコーナーの文章を一生懸命書いてますんでね、破水がどうの、陣痛がどうの、大変なんですけどね。まあ生でラジオで歌うっていうのは僕は何年ぶりかぐらいで、それでなおかつこれは本当に珍しいことなんですか。やってみようかな。ちょっとカチャカチャ言うの気になる、これ、こういう感じかな。落葉をね、やってみましょうかな。仕事ばかりの夕日の赤が水平線から漏れている苫小牧発仙台行きフェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ、おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ、土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく、女や酒よりサイコロ好きで、すってんてんのあのじいさん、あんたこそが正直者さ、この国と来たら欠けるものなどないさ、だからこうして漂うだけ土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく、サイコロ転がし針金なくし、風天暮らしのあのじいさん、どこかで会おう生きていてくれ、ろくでなしの男たち身を持ち崩しちまった、男の話を聞かせてよ、サイコロ転がして土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく、戻るたびに日が沈んでゆく。
旅をお送りしました。拍手がないね。え？二人しかいないね。緊張するね、やっぱり。なんとなくね。返事ぐらいしてくれよ、おい。なあ。さて、リクエストがたくさん来てるんですが、なるべくね、めったにやらないっていうのはね。で、なおかつ、なんていうんですか、懐かしいというか、あるいは、問題があるかもしれないけどね。今このときめきは君の胸を貫いてしまいそうだ。気まぐれな人生だけど突然嵐のような激しい一日が訪れることもあるのさ。今このときめきを君に伝えたい。それからこういう歌ご存知でしょうかね。沢田研二が歌った今このときめきはって某フィルムの、コマーシャルソングですね。コマーシャルソングは常にあと昔やりましたね。ハバナイスデイエ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 イオーオーこれからっていう感じでねやりましたけどね。そういう冷やす振り返ってみるのもいいさ。こういこうかな。何でもその場でね。振り返ってみるのもいいさ、道草くのもいいさ、僕らの旅は果てしなく続く。時には疲れた体を木陰に横たえて思いにつけるのもいいさ、旅はまだ続く。共鳴っていう歌よ。途中でやめましたね。ちょっと今こうでは分からなくなったんですよ。確かね、さてそれで、これはね、ぜひ聞きたいというのがあったんで触りだけやります。土地に作するバカがいるという僕の、強烈なオリジナルでレコードに入らなかった。でこれは大学2年の時に4分の5拍子を使ってテイク5でね、タガ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 タトンタトンタラトンタラで、なんだっけな、これデイブルーベック、デイブルーベックのそこを盗作して同じだな、おい。土地に作する人がいる、つながる大地のその上に食い打ちつけるバカ者は一体何をする気だろう。土地にさ、こういうね、こっから変わるんですけどね、こっからが大変なんですよ。大変ですけどね、いろいろありますが、もう一曲軽くやっといて、つねやんたちにも歌っていただきますけどもね。これはこれも割と多かったんですが、ちょっと非常に、チューニングという曲を言いましょう。いいか。僕はハイライトを吸ってます。女房は鬼の顔で見ぬふりをしています。とっくみ合いをしなかったにしろ女房は奪い取ろうとしてやけどしました。がんになっても知らないからと言うのですが、僕も重々わかっていて、重々わかっているのですが、ついつい加えてしまうのです。僕はトイレの中で吸ってます。女房は台所でレタスを切ってます。洋式トイレであるにしても、やはり惨めな気分ですが、ハイライト隠れて吸わなくても
いいわよと言うので、なんだ知ってたのかと言うと、だってキスされるとわかるもの、だから今キスはちょっと中止なのです。僕は早死にしたくないのです。女房は生命保険を気にしています。そして新聞にタバコの害について触れてやると、これって読ませます。そんな煙のどこが美味しいのと尋ねるので、吸ってみたらと差し出したら、スーッと一気に吸い込んでごくりと飲み込んでしまいました。萩原健一、時は流れて、 LP 男と女ナジャセカンドも好評発売中。堀口ノア、華麗なる旅立ち。カラソルの中で君は僕を見つめた。川が目を吸い、アポロンより新曲君を愛と呼ぼうをメインにファーストアルバム好評発売中。シスター、シスター8月号から新連載、片岡芳雄のサーファーガール。第1回はカリフォルニアの風を切ってジョギングする女の子のお話。こうご期待。おしゃれなシスター、シスター。ヘドバー、ダビデはどうしたの？バレンティーノ、バレンティーノ、ヘドバは今バレンチノに夢中なの。だから歌うの。ヘドバのバレンチノ。バレンチノ、バレンチノ。セイラー。ですね。さあ、それでは陣山さんに、陣山さんは昔ね、あの中津川なんかで活躍されましてね。ね、陣山さん。いい話はともかく。いや、受けたんでしょ、結構。僕があの人間なんてやる前の下地を作ったのはあなただっていうね、サブステージで。そういうふうに言われてますけどね。あなたがさっき教えてください。いや、うちの後藤社長が言ってました。あ、そうですか、うん。あなたがいなかった今日の僕はないみたいな。うん、そうなんですよね。あ、なるほどね。陣山さんに、その中津川の気持ちに戻っておいていただいて、陣山っていうのは昔あのね、手紙っていうのを学校で歌ってね、場所で。で、なんか、女の子なんかみんなジーンって泣いたんだって。それから名前が陣山になったとかいう話聞いたんだけど、全然違うのかね。それでは陣山さんがあの素晴らしい愛をもう一度。あなた声がちっちゃいからね、ちょっと近づいて歌ってくれる？ちょっと声テストしてくださいね。あ、どんな声で歌うの？あ、命かけてと。キーが違う。命かけてと。本当音痴。大丈夫です。本当ですか。はい。じゃあちゃんと聞こえるのもっと近づいてね。大丈夫です。この辺がいいや、ジニアの君は。この辺も吹く感じで行った方がいいね。じゃあギター吉田拓郎、パーカッション詰めてみるのスーパーグループ命かけてと誓った日から素敵な残してきたのに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が、今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をも
ちゃんと聞こえた今。本当になかなかのもんでしょ。なかなかのもんです。本当にじゃあ早速、つねやんにも歌っていただきましょうか。つねやんは猫というグループで、陣山組よくは現役を退く時期が、遅かったので、遅かったですね。ですから、十分歌えると思うんです。十分。いけない歌いますか隠れた名曲。はい。いけないこのままって歌いますかいや、忘れちゃったんですよね。どうしても、ね。飛行場ってどんな曲ですかあれも思い出せないんですよ。どういうこと知ってるでしょ怒ることないですよ。常はやっぱりあなただけよ。いや、あれもな。それでは常の曲はこれしかないんです。海箱をしてる。またか。それでは、常と美の坊のセリフ入りで、海箱をしてるをやってみたいです。陣山くんがハーモニーをつけます。リードギター。覚えてないんですか感想、ちゃんとやった感想。はい。はい。じゃあ陣山君最後に手紙の触りだけじゃあ引き当たりでお願いします。ちょっと待って。いやいや、じゃあ陣山真一が歌う手紙、皆さんじーんとならなきゃいけませんよ。これ本当にちょっと今急にそう言われても急だよ。陣山、早く、はい、早く待ってね。ちょっと待って、急いで、早く待ってんだから。コードを大丈夫、コードを思い出さない。適当だ、適当だ。早く陣汚いな、ちょっと待って、汚いな。陣、打ち合わせなかったじゃん、女の子。陣私、そうだね、はい。悩むなよ、陣山、早くやって、生でやってんだからさ。聞いてる人、コード、ね、大丈夫、大体で合ってる。コード聞こえないからだよ、ギター。歌が聞こえれるんだから。はい。早く。私の好きな
やれって言うから震えてるね。じゃあ僕が詩を作って、それで猫が歌っていました、僕のエピローグというのを、これ歌ったことは妻声でしか歌ったことないんですが、ちょっと歌ってみます。ギターは常富信夫、これは作詞吉田拓郎、作曲常富信夫、大久保和志さん、初のコンビでしたね。これは初のコンビ、売れなかったんですか、これ。売れました。まあまあ売れましたよ。あ、出版の立場でね。それでは僕のエピローグ、バイ拓郎。白い雲がぽっかり心の中に浮かんでる、しあけるんだが口癖の煙吹かして夢を見る、あの子が消えちまったよ、あの子が消えちまったよ、幸せになれよと言われたのは僕の方だったよ。風の中で振り向くあの子の笑顔がありそうで、やっちまえよと言いながら喧嘩消しかけ知らんふり、あの子は信じまったよ、あの子は信じまったよ、弱虫は嫌いと言ってくれよ、負け犬のこの僕に。いろんなやつに誘われて帰らない日も多かった、寂しいんだとつぶやいて、今夜死ぬよと赤電話、あの子は言っちまったよ、あの子は言っちまったよ、生きるなんて辛いと笑っておくれ、あの頃のようにさ。実はね、この曲は盗作だね。このイントロがバレましたスネア。今度は吉田拓郎が弾いてます。The sun was going down behind the tattoo tree. こういう曲があるんですよ。スネア知ってるでしょ。ドラバンっていう、スナトアワっていう曲ですけどね、霧のマウンテンの裏面ですよ。何止めてるんですか。その曲のここを撮りましたね。バレましたね。でもサンタエスペエス、あれも、ほらあれですから、あれじゃない、中原理恵さんの。あ、そう、タンタカタンタカタンタカタン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 、
やっぱ東京ララバイそういういけないですね。いけないこと。そういうのは多いですね。はい。はい、まだ時間。そうですか。それでは一つ短編集というのを触ってみたいと思います。心臓が疲れたと言いました。だから休んでもらおうと思いました。だけど止まってくれませんでした。その2。どんなに悲しいことがあったって私のペラペラの心は泣けはしないと思っていたけれど涙が出てきてしまったからとてもおかしくなっちゃったその3。チョコレートちょうだい。チョコレートちょうだい。今さら何メーカーなんてどこでもいいからチョコレートちょうだい。チョコレートチョコレートチョコレートは QR。その4。まっすぐ入ってメロディーが分かんない。まっすぐこれタイトルがね、一番最初のがね、心臓がっていう歌なんです。あ、2曲目がどんなに悲しいことがあるんです。ほう。3曲目がバレンタインデー。で今度歌うのはラクダの桃引きの構造に関する歌っていうんですかね。まっすぐ入ってごらんよ、道が二つに分かれてる、途中に小さな穴があり、そこから覗くとほらごらん、広い世界が君の前。こういう歌なんですけどね、短編はたくさん。最高だね。名曲だな。名曲でしょう。そんなところでちょっと行きましょうか。堀口のは華麗なる旅立ち。カラコルの中で、君は僕を見つめた。アポロンより新曲「君を愛と呼ぼう」をメインにファーストアルバム好評発売中。シスター、真夏の太陽にキラリと光る女の子、それがサーファーガール。シスター8月号の特集「サーファーファッション」を見てあなたも輝いちゃおう。おしゃれなシスター、シスター。夏が来るたび思い出す、小麦色した山内恵美子です。この夏あなたを虜にしますよ。山内恵美子の太陽は泣いている、センセーション78。苦しめたアニワラケンイチ、時は流れて。LP、男と女、ナジャセカンドも好評発売中。セイラー。僕は遠い星の国から一人で、ちょいと地球へ遊びにやってきた。無論魔法の杖に乗ってさ、ほんのちょいと遊びに来ただけ。かっこいいだろう、どこかのボンボンみたいな顔じゃ。いつか僕の国から迎えがやってきて、早くお帰りください王子様なんて。
魔法の杖を一振りしましょう。地球に何かお土産を残しましょう。かっこいいだろう、どこかのボンボンみたいなタクローちゃん。これは、大昔私がまだ拓郎ちゃんと言われている頃に作った。最近は拓郎さん。では最後の曲、どれにしようか。もういっぱい、ありまして、こういうのもね、やってみたい。本音は生きがっていうものではありません。こういうのもあるんですけどね、最後の曲は旅の宿にしようか、それとも、ガラスの言葉にしようか。ガラスの言葉しようか、旅の宿にしようか。じゃんけんしてくる、ちょっとじゃんけんしてくる。ね、じゃんけん、はい、なに。じゃあ陣山が勝ったら旅の宿、常富が勝ったらガラスの言葉。じゃんけんぽいぽい。あ、じゃあ旅の宿だ。それでは、あ、久しぶりの旅の宿、今日はハーモニカを持ってきてないんで、浴衣の君はススキのかんざし、熱燗と栗の首つまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。僕は僕であぐらをかいて、君の頬と耳は真っ赤っか。アーフリューだなんて一つ俳句でもひねって、部屋の明かりをすっかり消して、風呂上がりの髪いい香り、上弦の月だったっけ、久しぶりだね。月見るなんて僕はすっかり酔っちまって、君の膝枕にうっとり、もう飲みすぎちまって、君を抱く気にもないみたい。はい、こんな感じでね、またいつか、たくさんあのゲストなんかありますんで、またいつかギター持ってきて、もう少し練習を十分にやって、今度はハーモニカも吊るしてやりたいと思いますが、しかし、歌うのはすごくなかなか難しいことですな、こうやって。目の前で陣山がね、もうやんちゃがやんちゃがその文章を書きすぎてね、俺はそっちが気になってね、熱がなかなか入らなかった。陣山、責任取れ。責任取れ。曲を聴きましょうか。立川良樹。立川と呼んだ方がいいですか？立川です。立川ですか？立川良樹。なかなかガッツを持ってる男です。僕は本当に確実の。人見知りの街の中で。懐かしい友やふるさとに残した親のことも忘れたふりを自分に言い聞かせ、群れの中を歩けばいい。立ち止まれば人見知りの街、取り残される自分がわかるだろう。休む場所はいつも一人ぼっち、世の習わしなんて嘘っぱち。何を
語る季節の風よ、言葉をなくした人に向かい、思いやりはいつも迷惑が問いかけても答えもなく、気がつけば夢の続き、破れては繕い、また破れ、継ぎはぎだらけの夢は勲章だと思え、言葉だけがいつも空回り、立ち向かえば風の中、座り込んでは雨の中に、もう少しの勇気、転んでは握りしめ、恥ずかしさはいつも背中合わせ、叶わなければ時を待とう、流れの中に浮かぶ水鳥みたい、生まれたばかりの朝日が街の地平線から昇っている、守ってゆくよ、いたわる言葉見失っても、寄り添うぬくもり大事にして、振り返ろう寂しい夜は、ふるさとのこと心のままに、こんな夜もあるよ、組み交わそう懐かしさだけを魚にして、春はレンゲソウ、夏は青い空、そして秋にはお前と出会ったこと、二人の影踏みしめながら生きてやるよ、自分なりにね、大ヒットを飛ばしたあのヘドバの新曲バレンチノ、もう一回言っちゃおっと、ヘドバのバレンチノ。暑い夏をぶっ飛ばせ、月間台風8月号は大特集オートバイサワー78、ツーリングモトクロス暴走族ホットに突っ走る、総力インタビューは吉田拓郎、そしてクールス城山中と熱いハートが炸裂する、台風8月号発売中、読むと怪我するぜ。慶応大学カメラクラブ藤井康政、彼女の写真が撮りたいんだけど恥ずかしがってどうしても撮らせてくれない、君の写真を撮るのは僕の夢です。まさか聞いてるか、電子メカで差をつけるセンサー一眼、センサーミノルタ XGE、 ジャパレンホットニュース、今話題のサバンナ RX7 がレンタカーに初登場、
パワフルに走って走って1日24時間8000円、その上なんとミニチュアカーまでプレゼント。やったぞジャパレン。ご予約はジャパレン蒲田営業所へどうぞ。セイラシュンイチの愛と善意に満ちた日々。僕の名前は陣山です。陣山の陣は陣痛の陣です。陣痛について今日は少しお話ししましょう。陣痛とは女性が気持ちがいいことをした代償として必ず受けなければならない苦しみです。生みの苦しみとも言います。しかし必ずしも気持ちのいいことをすれば陣痛に合わなければならないかというとそうではありません。これを防ぐにはいろいろな方法があります。一番ポピュラーな方法はコンドームです。これが一番安くて安全なのです。最近は街頭の自動販売機でも売られるようになりました。またこの頃はピルを愛用する人も増えているようです。しかしこの副作用については様々な意見があって、まだ日本では公に市販されていません。その他に帯の式やリングなどいろいろな方法が昔から研究されています。一つ注意したいのは若い人がよくやる方法で、発射の寸前に外に出す室外精射がありますか。ちょっと待って、室外精射ってなんだよ。いや発射です。ジュニア君とか筒外発射っていうこれは一つタイミングを間違うと失敗する危険があるので、皆さん十分注意してください。今週は陣痛について説明いたしました。してないよ全然陣痛です。ちょっと話が横道にそれましたが、なお来週からもこのようないろんなセックスやその他愛に関する悩みについて相談にお答えしますので、どしどしおはがきをください。あなたを乗せない船、深野義和。離れていってもいいのよ、私はそれならいいの。あなたを乗せない船が汽笛を鳴らしてもいい。悲しいお別れをしたくないから、もう一度もう一度肩を抱いてほしいの。東京に帰るのは明日でいいでしょう。外に咲いた花を
な恋を夢見るの。あなたを乗せない船が港を離れてゆくわ。明日はあなたもあの船に乗るのね。あなたを乗せない船に最後の糸が揺れる。黄色や緑の手が泣いてるわ。もう一度もう一度指を絡めてほしいの。東京に帰るのは明日でいいでしょう。しじまり光る波に優しくドラが響く。ほらあんなに悲しい終わりね。初めて寂しい涙がこぼれたの。学歴がなんだ。金ちゃん、タマちゃん、こんばんは。僕軽いツネヤン。いい加減人生を生き抜いてみせるツネヤンよ。汗ばむ季節ね。金玉にベイビータウラーはたいたかな。パンツが雨で乾かないで困るのね。僕も今日最後の一枚履いちゃったの。貯金が全部なくなっちゃった気持ち。明日は先週の日曜日に履いたチェックのブリーフを裏返しに履くからね。明後日は後ろ前に履くつもりよ。はがきを、読んじゃおうかな。ミッキーちゃんって人だね。前略、この間の新聞苦労して作ったのに読んでくれませんでした。新聞を作ってくれたらしいですね。私たちは読まれることを願って学校の友達に言いふらしたのに、2週続けて読んでくれないので、私たちは今病院にいます。おかげさまで、せめて名前だけでも読んでくれないのですか。今度は読んでくださいって書いてありますね。ミッキーちゃんごめんよ。俺も軽いじゃん。バカだからよ、忘れっぽいのよ。すぐ忘れちゃうのよ。昨日のことだって、もう何にも覚えてないわけ。仕事で会った人のことなんか、すぐ忘れるようにしてるの。さっきまでのことも全然覚えてない。クソした時、ケツを吹き当てることなんか、もう、ザラ。だからさ、今何のこと喋ってたのかももう忘れちゃったの。ミッキーちゃん、ごめんね、さよなら。もう一人。つねやん、こんばんはです。浜田翔子ちゃんっていう。何のかな。昨日でね、中間テスト終わったのですよ。
嬉しくて。でももうテストを返してくれる先生がいるのよね。英語と数学は良いのだけれども、あとはもう死んだふりをするしかないのよね。でもいいのよ、女の子のお利口さんよりアホの方が可愛いのよね。でも私将来フォーライフに入社したいと思ったんだよ。やっぱりダメかしら。しょうこちゃん、フォーライフに入りたいのね。そっと教えてあげるわ。来年からフォーライフの入社試験は検便をするらしいのよ。顕微鏡で君のうんこ見ちゃうわけ。嬉しい？社長が覗いたら次に僕が見るの。そしてつぶつぶが大きい方が入社できるらしいの。でも小豆の粒みたいに大きいのはダメよ。とにかく来年はよ、特用マッチの箱に君のうんこぎっしり詰めて送ってくれや。はい、いい加減なつりゃん、お別れの時間ね。パンツも3日も履けば疲れるみたいね。1週間も履くとクタクタになっちゃうわけ。脱いだ後輪が2つできちゃうのね、メガネみたいにね。そんでよ、色がついてる時って何か幸せな気持ちに浸れるのね。頬ずりしたくなる時って君もない？君たちもパンツにもっと愛情を持たなきゃ。俺も軽いね、やっぱり。今日からサイパンよ。羨ましい？ふんどし締めて遊びまくってくるからね。金玉ひみ開いてくるから。砂浜にうんこしてくるからね。しかし学歴が何だのコーナー一体どうなっちゃった？ねえ、学歴って何一体？マイオンギルド、構える。医者に惹かれて眠る俺の古いギブソン、親父譲りの乾いた音色、ちょっと疲れてるけど
かどうかっていうのはちょっと疑問だと思うんですけどもね、さっきのサイパンとでも、まあとりあえず行ってね、サイパンっていうのはどういうとこか、つねやんなんかとね、軽い気持ちで見てみようと僕は思うんです。軽い気持ちで行こうと僕は思いますけどね。さて来週は桑名春子さんがゲストで参ります。桑名春子さん、僕は初めてですが、どんなお方でしょうね。レコードを今日聞くつもりでいるんですが、気持ちを引き締めてサイパン島へ行ってこようと思います。真っ黒なね、あなんだろう、この日焼け してで、お元気になって帰ってきて、約束通りお土産を買ってくるかもわかりませんが、そのお土産をあげられるかどうかっていうのは、いろいろな連中と、まあ皆さんと相談してね、スネアンの吐き下ろしの海パンかなんかね、サイパン島の匂いがするとか言ってプレゼントしたら相当殺到しそうな感じですね。陣山くんは行かないんですね。これがちょっと寂しい。渋谷も行かないんですよね。これはまあハワイ行ったからしょうがないですか。まあツネアンと二人で軽い気持ちでうんこしていこうと思います。うんこっていうのもあれですが、今日は時間があれなので、たっぷり今日までそして明日から聞けるっていう感じはありますか。そうですか。セイヤング、この番組は、あ、それはそうと弾き語りどうだったかな、もうちょっとかな。セイヤング、この番組は雑誌 MC シスター徳間音楽工業以上各社の提供でお送りしました。それでは皆さんおやすみなさい。休憩なしでわっと行ってしまいますので、さほどの歌ではありませんので、行きたいところに行きたくなったらどんどん曲の途中で行ってください。フォークは大体ほとんど同じようなメロディーですから、1曲ぐらい抜いても大した差はありませんので、まあ願わくばみんなでいっぺんに行かないように一つ応対で行くようにしていただきたいと思います。ゴムラ The answer my friend is going in the wind The answer is going in the windHow many times must
watched the cannonballs fly before they aborted the band. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist